はい、皆さんこんにちは、こんばんぬ、リオララです。今日が3月6日で、2019年3月5日、そう、私なんと20歳を迎えました。ありがとうございます。もう結構ツイッターでみんなにも祝ってもらって幸せ者です。ありがとうございます。19から20歳になって何が一番変わるかというとね、お酒が飲める、タバコが吸える、たくさん新しいことが、まあ、合法になっていくわけですよ。合法って意味という、まあ、いいや、もう念願ですよ。ずっとずっとずっと飲みたくて飲みたくてたまらなかった、お酒を解禁して飲んでいきたいと思います。早速飲めます。バイト先の人とか友達に祝ってもらった時にもお酒飲んだから、初めて飲むんではないんですけど、一人でお酒を飲むというのはね初めてなので、ちょっとなんかベロベロになっちゃいそう。じゃあ早速ね飲みます。男梅サワーチューハイですね。多分これはねきついと思う、最初からこういうのこう日本酒とか買ってみてちょっと大人になったところを見せたくて、あの、まあ、何が言いたいかというと、あの生きりたかったこの日本酒八海山ワインを飲んでいきます。じゃあ最初はね多分飲みやすそう、男梅サワーからなんでいきます。もう梅が大好きなんですよね。いただきます、いただきます。今日もユーティーに乾杯。なんか一人寂しいな。ユージック乾杯。いただきます。初めてのチューハイですけど美味しい。ん？美味しい。あ、でも、あ、うん、お酒、お酒、うん、お酒って感じ。ちょっとこれ美味しすぎて普通にグイグイ進んじゃう。そう、ちょっとおつまみといったらあれなんですけど、明太子のマカロニサラダを食べていきます。私がゆうとくんのこと好きになったきっかけは、ゆうとたんじゃないのにまずコンサートに行って、ゆうとくん目的で行ってないけど、ゆうとくんばっか見てしまってた。ゆうとくんの魅力にいつの間にか引きつけられてて、気づけばゆうとたんでしたっていう感じで、ゆうとくん担当になったのが2013年4月12日なんですよ。来月の4月12日でゆうとくんの担当になって6年が経ちます。15年ぐらい幸せもらってるんちゃうかなってぐらい感じてるから、あ、まだ6年かって感じですね。私からしたら、私結構飽き性で人をすぐ好きになって、好きになってちょっと2ヶ月ぐらい経つともうその人、あ、今そういえば何してんやろとかだって飽きてたりとかあるんですけど、ゆうとくんに関してはあの飽きたことないですね。冷め期とか自分が忙しすぎて CD 買うの忘れてたなとかあるんですけども、ファンやめようと思ったことはこの6年間マジで1回もないです。これはマジで言い切れますってぐらいゆうとくんが好き。あー、ちょっと待って、ゆうとくんの顔見たい。え、どこ、ん、おった。これ1本でちょっともうほろ酔いって感じ。インプットアウトプットの DVD を見ます。このさ DVD、 インプットアウトプットの DVD 始まった時にあのこのテレレレレレレレドリーマーやんな多分、えの流れるのはいいよな。イントロ、スマイル笑顔で言える、あの日流しと涙があるから、ドリーマーや。もうちょっとで飲み干しちゃう。これ一気するわ。一気とか絶対にしたらあかんと思うで、思ってた。一気する人アホと思ってた。はい、男梅サワーを飲み干しました。ワインを飲んじゃおっかな。え、このままストレートで飲むよな。アルコール 11%。 うん、見て、これに注いでいく。センスアラブのペアカップ、いただきます。ユージック乾杯です。乾杯。ん、なんか、ん、ピンクの髪の毛ある誰？これなんかもう、あ、やばい匂いする。これ何味？これワインとかあかんで絶対。あ、でも美味しいワインって書いてるから大丈夫か。あ、お、すごい、すっごい。あー、これが大人の味ってやつか。ワイン飲みながらちょっと今からツイキャスをして、結構お酒も進むと思うんで、でから、もう一回動画撮ります。携帯で私撮影してるんで一回消します。次ちょっと、まああんまベロベロにはなってないと思うけどやがな。
今なツイキャスのね放送し しましたが、あのですね、一つ言っていいですか。酔っ払ってますね。はい、クククク聞いて。あ、この前 TikTok が炎上した話聞きます。うん、なんてなんて、どうでもいい、わかりました、じゃあ話さないでおきます。はい、ゆうとくん家でさ、本当に好きなの、でもゆうとくんが好きなんです。酔っ払ってら、なんかさ、ゆうとくんが好き、愛されたいなんて、もし思わせてたらな、言葉かけてもただ悲しいから、カンパカパンカパカンパカンパン、ゆうとくんが好きだと思ったその日に、いつの間にか人生かけてた。ちくしょう！あんまりお酒は飲んだか。あ、ゆうとくんの舞台ワイルドが始まります。そうです、ゆうとくん舞台ワイルドが始まります。おめでとう、まず最初におめでとうございます。おめでとうございます、ゆうとくんの舞台ワイルド、おめでとうございます。まずびっくりした、朝起きてさ、パッてツイッター見てトレンドのとこからさ、ゆうとくんドアップで、えっ、ー、えっ、ー、と思って、ゆうとくん、ゆうとくんトレンド、ゆうとくん、ゆうとくん、ゆうとくんみたいな、えっ、ー、って思ってさ、こんな感じよ、こうやって、こんな感じよ、ゆうとくんトレンドだらけですやんって感じで、なんかびっくりして、舞台決まってた、びっくりしたでーす。見て、ケーキをさ、バイト先でいただきました。こちらもうな、食べちゃった部分は多々あるが、半分ぐらい、半分以上は残ってます。こんなケーキ、あん、マラカスの味がする。めっちゃ生クリームとか落とすねんけど、多分落とされた生クリームはな、何落としてんねんこらって言ってると思うから、落とした生クリームごめんなさい。髪の毛あった、これ、何やねんこれ、ピンクの髪の毛、誰なんやねん。ワインも飲んだ、これだけ。ゆうとくん今何してるんかな、何してん、舞台の準備かな。ゆうとくんのファンです、ずっと。小中高別に友達全然おらんし、だから成人式も行かんかったし、でもリオの唯一の友達といえば平成ジャンプのファンとしてツイッター等を通して知り合った子たち、平成ジャンプのファンにならなかったらリオは出会わなかったし、その子も平成ジャンプのファンにならなかったら出会わなかったねんからと思うと、ゆうとくんを好きになれたことも感謝してるし、感謝でしかないですね。何もかも いつまで言っても足りないぐらいありがとう。この人は最近下ろしてることの方が多くて、まあまあ全然大好きですけど、もやがなよ、まあ前髪分けてるのと分けてないの、ゆうとくん全然違うからリオ、みんなに隠してたことがあるね、みんなに隠してたことがあるね、なんやと思う、絶対にみんなには秘密にしておこうって思ったけど、実はゆうとくんに惚れてます、大好き。こんなちょっとギャルっぽい見た目で、汚めのギャルで、ギャルじゃないけどな、パリピとか無理やから、ゆうとくんがもし私のこと嫌いだ、お前なんか嫌いだってゆうとくんに 目を見て言われても、私は分かりましたって言ったとしても、一生ゆうとくんが好きで
きなんですよ、ゆずくんが。まあ、こういう結果になるの分かってたんで、これあの飲む前に撮影してあるんですけども、ちゃんと動画の締め撮れたかな、撮れてないやろうな、うん、だから最初に言っときます。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとうございます。くれぐれも、20歳以下の皆様は絶対にお酒を飲まないように。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ、さようなら。